はい、どうも、森の都チャンネルの出地です。2011年の東日本大震災から10年、月日は経ち2021年3月になりました。この時期はどうしたって意識してしまいますね。今回は当時大きな被害に遭った土地、南三陸町の志津川地区に参りました。当時15メートルを超える津波に飲まれた土地は復興記念公園として生まれ変わり、ここには当時の記憶を思い出させる震災モニュメントが残されています。南三陸町防災対策庁舎は東日本大震災の時、迫る津波からの避難を呼びかけていました。3階建てであるこの庁舎も屋上からさらに2メートル以上高い津波に飲み込まれ、多くの命が奪われました。そんな震災の遺構として残すために解体せず、復興記念公園の一部として保存されています。公園の芝生の中を進んでいくと、向かいには小高い丘が見えています。上からの眺めもちょっと見てみたいですね。こちらの丘は祈りの丘と呼ばれており、頂上には名簿安置の石組みが設置されています。丘の斜面には階段もありますが、今回は螺旋状に続くスロープから登っていきたいと思います。祈りの丘へと続くこの道は記憶の道。東日本大震災の発生から南三陸町に津波が押し寄せるまでの出来事が時間の経過に沿った形で足元にプレートとして埋め込まれています。タイルが敷かれているこちらは高さの道。南三陸町志津川地区に襲来した津波の高さ、海抜 16.5 メートルに設定されています。そしてこちらが祈りの丘の頂上、志津川湾も顔を見せています。震災の犠牲となった方の名簿が収められるこの丘の頂上は町の追悼の場として生まれ変わり、この場所からは少しずつ復興していく町並みが見渡せます。それでは次の場所に移動していきましょうか。この公園の近くには川を挟んで反対側に商店街もあり賑わっています。そちらも紹介したいと思います。綺麗に舗装された道の先には公園の象徴ともいえる橋がかかっています。もともとの中橋は震災時に流されてしまいましたが、新たに公園と商店街を結ぶ復興の象徴となる橋へと生まれ変わりました。独特な形状であるこの橋は、橋の上だけでなく中央は中に潜るような構造をしており、ユニークなデザインです。真新しい木材がふんだんに使われています。橋から眺める八幡川はとても穏やかです。そんな中橋を渡ると、その先には志津川地区の憩いの場、南三陸三三商店街が広がっています。震災の大津波で壊滅的な被害に遭った志津川、
当時そんな志津川地区の商店街にかつて店舗を構えていた店主の方たちが中心となり立ち上げたのがこの商店街です。飲食店や鮮魚店、菓子店など28店舗で構成されており、南三陸の復興と希望のシンボルとして国内外から多くの方が訪れている商店街です。商店街の外観は中橋と同じく木造構築、木肌の美しさで知られる地元の木材南三陸杉を外壁や柱など一部に使用し、他の国産杉と組み合わせてデザインされています。そんな商店街でおすすめなのが海の幸。ここにはたくさんの海鮮料理店が並んでいます。今回はその中の一つ弁慶寿司さんの海鮮を堪能したいと思います。地元である南三陸で店舗を構える親子が経営するこちらは、たくさんの種類の海鮮丼や寿司が堪能できます。どれもすごく美味しそうですが、今回は土地の名前が入っているこちらの志津川丼をいただきたいと思います。エビやホタテ、マグロといった魚介がぎっしりと乗ったこの海鮮丼、旬の刺身と南三陸産のメカブの美味しさをじっくりと味わっていただきたい一品です。はい、ということで今回は震災から10年、少しずつ確実に復興していく南三陸志津川をご紹介いたしました。まだまだ道半ばではありますが、復興記念公園三三商店街を中心に活気あふれる南三陸へぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。それでは今回はここまで。ではでは。